本日は12月の28日、火曜日の深夜に撮影しております。はい、すいません、久々の、動画の更新となりまして、はい、大変お待たせいたしましたという形なんですけども、ちょっと単独ライブとはいろいろございまして、ちょっとバタバタしておりましたので、はい、久々の、動画の更新となります。はい、だいぶ前回の動画から、3週間ぐらい、経っておりまして、まあその中で、ね、石原伸晃さんがなんかいろんな就任してすぐ辞任したり、雇用調整基金のやつとかですね、あとはこう10万円給付金ね、こう結局現金一括でできるようになったりですとか、あとまあいろんな議員さんがめちゃくちゃ買収してたりですとか、はい、いろいろあった状況の中で今日やる内容はですね、泉田裕彦さんについて、やっていきたいなというふうに思います。今やってる人あんまいないんですけど、泉田裕彦さんについてですね、実はこの3週間前最後の動画が、泉田裕彦さんと、まあ、星野勲県議について、やっておりまして、新潟県の議員なんですけども、はい、泉田裕彦さんがある日記者会見を開きまして、はい、星野勲県議から、裏金要求をされましたと。で、音声データもありまして、ここで2000万から3000万、こうね、裏金要求されたってとこ告発しまして、で、そこでですね、星野勲県議が、最初ね、いや、全く知らないみたいな、でっち上げだみたいなことを言ってたんですけども、すべて思い出した、みたいな、急に、聞いたくらい、すべて思い出したって言って、まあ、最終的にですね、その発言はあったんですけども、内容自体は裏金要求ではないですよっていう方向性に持っていくとですね、まあ、そこでやっぱこの星野勲県議のこうキャラクターも相まって、ものすごくこれがワイドショーでも取り上げられて、盛り上がっていった感じになっているんですけども、じゃあこの後どうなったのかっていうのは全然知らないじゃないですか。はい。ということで、まあ、ちょっとそちらについて触れていきたいなというふうに思います。はい。で、実はですね、星野勲県議が、自民党を離党する意向を示しましたよと。そこでじゃあ、こう自民党としてどう対応するの？泉田裕彦さんは、星野勲県議をね、こう除名処分求めてます。一番厳しいですね。もう自民党にいなかったことになる形になりますので、除名処分を求めておりました。一方、星野勲県議は、自民党一旦、迷惑をかけているので、離党しますと。そういう流れになっていたんですね。はい。で、じゃあどういう流れになったのかと言いますと、今回ですね、星野勲県議ですね、はい、一応この離党を党が、認めるっていうような、決定をしましたという感じですね。はい、これが27日昨日です。新潟県連は、星野氏を離党を認める決定をしましたと、一応本人の意思を尊重したっていう、感じですね。はい、星野氏も一応党に迷惑かけ県民の不信を招いたということで離党届を出しましたと。ただ、議員は続けますよということで、辞職はしないパターンですね。はい、一応、まあ、責任を取って、党は離党するけど、辞職はしませんよっていう。だから、銀座三兄弟の自民党パターンですね。はい、コロナ禍の中で、銀座のクラブにはしご酒していた、まあ、三人兄弟ですね。はい、松本潤さんを筆頭とする、グループいたと思うんですけども、同じく、銀座行っていた、遠山議員、今日在宅起訴されたっていうところで話題になってた議員ですね。この方は、まあ、やっぱ公明党でめちゃくちゃ処分厳しいんで、もう除名したんですよ。はい、除名というか、まあ、すぐ、自分で辞職しましたっていう感じになったんですけども、はい。で、公明党辞職したけど、自民党のこの銀座三兄弟は、離党はするけど議員は続けるっていう状態だったんですけども、星野勲議員も、このね、離党した状態で議員を続けるパターンですね。銀座三兄弟の自民党パターンで居続けますよっていうような、感じを選びました。はい。でね、まあ、多くの国民は結構泉田さん側についてんじゃないかなというふうに思います。音声データが聞く限りは、まあ、やっぱりこう、あとま、星野さんのね、キャラクターも誤って明らかに怪しいと。あれは絶対裏金だって多分思ってる人が大多数なんじゃないかなというふうに思うんですけども、結構意外にしぶとく残っていると言いますか。で、泉田さんがこう、地元の議員さんにすごい反発されているというような状況になっておりますので、こう、一体感でこの星野さんに厳しい処分を下していこうっていう流れになっていないというのが、ちょっと面白い展開になってきておるか。これが複雑な展開になっておりますと。はい、感じですよね。はい。で、まあ、この除名だけでなく離党と結論付けたことについて、まあ、星野氏がまだ疑惑を否定しているという点ですとか、まあ、第三者の弁護士によるヒアリングに泉田氏が応じていないと、そこに対して、まあ、事実関係がはっきりしていない中で、除名は相当重い処分ですと、党を離れるというのは非常に大きな決断だということで、まあ、除名まではちょっと及び腰になっているというような、状況になっております。いやいや、それはおかしいということで、なんと泉田さんがですね、
この問題の調査を元検事の郷原弁護士に依頼して、自宅されたということで、で、郷原さんといえば、はい、いろんな落選運動とかね、結構いろんな政治界の中でいろいろどんどん炙り出していって、だから例えば今回の衆院選でいくと、甘利明さんを落選させるために、まあ、それこそ口利き疑惑ですね、あれが十分説明できてないということで、甘利明さんのね、選挙区の中で、そこで、甘利明さんが落選するための広報活動みたいなのを、ずっとやられていた、これ落選運動っていうんですけども、これやられていたってことで、これ郷原さんがこの問題に取り掛かるってなると、例えば今後のね、新潟県の選挙でもう郷原さんによる落選運動みたいなのがこの新潟国内でも行われてくる可能性も出てくるっていうような形で、これますますなんか一つね、なんかこう火がついてくる、まあもう一展開あるんじゃないかなっていうふうに思います。少なくともこの問題が長引きは長引くほど、もう来年の参院選ね、6月に新潟の選挙区あるんですけども、で今回新人ですよ、自民党の県議ですね、はい、小林県議が、出るわけなんですけども、まあ落選するかなっていう感じになりますよね。もともと新潟ね、自民党負けている選挙区だったんですけども、はい、ちょっとますます厳しい感じになるんじゃないかなっていうふうに、思います。はい、長いほど、自民党の参院選はもう、ね、早く収集しないといけないのに、ちょっとなんかスローすぎるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、で今回のこの、自民党の結論に対して、泉田裕彦さんが、記者会見を開きまして、唐突に保守の処理と届けが受理されたという状況であります、事実究明を渡す臭いものに蓋をする、こういう態度と言わざるを得ませんということ、臭いものに蓋をするという表現をしておりました。これに対してもう完全否定しますよという形で、また自民党の、参院選、これマイナスになってくれて、またこれがゴタゴタしてくるというような、感じになってますよね。泉田さんをこの新潟5区の支部長、例えば次衆院選出る人から自民党としては出さないようにしてくれっていうところが、こう自民党の中の地元の議員から出てきているような状況になっておりまして、自民党新潟県連は27日昨日のね会合で、泉田裕彦、国土交通政務官が10月衆院選の際に星野久男元県連会長から裏金を要求されたと主張している問題をめぐり協議しましたと、そこで泉田氏新潟5区の支部長解任や差し替えを求める意見が多数に、上ったということで、この新潟県連の結果を党本部に、上申すると、決めましたということで、はい。で、これがですね、まあ基本的に新潟長岡支部の方から、泉田さんをこう変えさせるべきだみたいな意見が、ずっと出ていた状況なんですけども、泉田氏は衆院選の選挙活動不十分で、候補として不適切などとして、5区支部長の解任を県連に要請、自民党長岡支部ですね。はい。で、県連は長岡支部を除く5区内の計13支部、はい、の調査を進め、13のうち11支部が解任や差し替えを求めていたって、かなりこれ差し替えを求められているっていうような形になっているんですね。はい、ということで、これが党本部、最終的には党本部がどう決着させるのかってことなんですけども、でもこれで泉田さんを変えると自民党の中で裏金を告発した議員がこう潰されるっていうのかなると、これかなり党にとってマイナスイメージになると思いますので、まあこれ岸田さん、まあ選挙対策委員で遠藤さん、まあ幹事長、茂木さんがどういうふうに判断していくのかっていうのがすごい、注目でございます。はい。で、まあこの、まあ昨日今日のニュースというのはこういったところになるんですけども、実は、11日ですね、12月の、11日ですね、泉田氏の地元支援をしている、泉田氏を支えている組織が、解散されましたっていうような、ことの動きが出ておりまして、もう中でも本当ごたごたしているんですけども、泉田さんが、こう比例復活して、そこを小選挙区が最初から無理だと思っていたっていう、言動して、それに対して、問題視しておりますということで、まあ、そこでもともと地元を支えていた、これは長島議員っていう、もともとね、新潟5区の、泉田議員の前の、議員さんの、まあ、組織を引き継いだ形で、今回、この組織っていうのは発足してたんですけども、5区の保守系市議と、町議計57人が名を連ねて、まあ、泉田氏は国政報告会や、親睦会を開いていたグループになっておりましたと。はい。で、そこで、非公開で、いろいろ行われまして、
まあ、泉田氏の発言の軽率者、そして選挙事務所の設立や選挙活動の対応の遅さを指摘する意見が上がって、まあ、信頼関係が失われましたよということで、解散を判断したということで、全然異論は出なかったですよっていうような、状況になっておりますと。はい。で、会長は頭の中で思っても口に出してしまって、我々や後援会との信頼を失われたとみんなそう感じているというような、形になっておりまして、裏金を告発したことはこれ原因ではないというようなふうには話しております。はい。ということで、なんでこの星野県議が、まず離党しましたと。で、今後議員辞職を、まあ、するかしないのかっていうところがまず一つ焦点になってきますよと。その後、あと泉田さんがね、今支部長を解任、させられようと地元の中ではなっておりますと。で、これは党本部はどういうふうに、判断するかっていうのが一つのポイントになっておりますと。で、これは支部長に残ったとしても地元はこれ完全に応援してくれない感じになるんで、まあ、ちょっと今後議員生活はすごい大変ですよっていう感じになりますし、反対にですね、そのまま泉田さんが解任されたとしても、今度は逆にですね、告発した、裏金をね告発した正義の議員さんが、逆に潰されたってところで自民党ってダークだよねっていうそういったイメージになるってところで、はい、傍観者からすると面白い展開になっておりますっていう、感じですよね。ということで、今後もですねちょっといろいろこの新潟5区の問題、来年度も注目していきたいなというふうに思います。ぜひチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。